お疲れ様です11月7日朝6時の相場解説ですけども149円台から瞬間150円台までに入ったのがここまでの数字なんですけども、えー、今日はね倍で含み益を取ってるところでございますさらにその注意点もお伝えしていこうかなっていうところですねえっ、ー、とずっとね陰線がこういう風に、えー、深く下に刻まれましたけどもこれってのは結局黒三平ですよねさらに あの下髭が2つ目の陰線には出てるとは言っても、3つ目のこの太い陰線が、さらに下に向かうことを示唆してるっていうのがいつもの見方じゃないですか、ところがこれだけで判断したら、あ重大な間違いに入ってしまいます、それは移動平均線にぶつかってるってとことなんですよね、特にあの中期の赤い線にぶつかってるでしょ、だからここは反転しやすいんですよ、だからそれがなければ、なければね、あの下の方に抜けていくってことを見てもいいんですけども、でもやっぱり上昇トレンドっていうのはなかなかね、壊れないんですよ。 上昇トレンド中でさらに上昇トレンドを続けようと思ったら移動平均線の赤いところで跳ね返っていくっていうのは妥当な判断だと思いますので今陽線が出てますけどもね未確定の陽線がこれっていうのはまあまあ予測できるところなんじゃないかなっていうところですこれが冷やしの見方です、ね、でさらにですねこの陰線っていうのはその前の陽線の含み液が決済されてできたものですからちょっとごちゃごちゃしちゃいましたけども この陽線と下を揃える形で陰線が達しているのはそんなにおかしなことじゃないかなってところですよね。で次4時間を見ていきます。えー、4時間なんですけども、えっ、ー、と先ほどとちょっと似たような感じになりますけども、この含み益を決済したのがこれですから、これで長消しになったわけですよ。これがね、5和んになったわけですよね。だから、こっからさらに、 下の方に向かうかっていうと、これは別の理屈を探さないといけないというところになります。でも実際に下の方向に向かったかっていうとそうじゃなくって、反転して上の方に行きましたね。つまり、この辺りの、まあいろんな事件っていうのが終わって、トレンドの方向にまた戻り始めたってことですよね。こっちの方向に。で、移動平均線の上に上に乗っかってませんから一定の警戒は必要ですけども、でも、 これこそね、まさにね、三平四平五平が出てる赤三平のいい例ですよね。これが移動平均線を突き破るほどの勢いがあるのかどうかってことは、ここから注意してみなくてはいけないよってことです。ですから一瞬150円台に入ったんだけども、今そこで足踏みをしてるか、もしくは、あギザギザしながら、じわじわと上に向かってるところなのかなってことはね、これから警戒をしながら見ていかなくちゃなってとこです。で、最後1時間です。 一時間のレベルではもう完全に上に突き抜けちゃいましたので、えっと前回のね、FX 折り返りの放送ではもうすでに倍に入ってるよってことを申し上げましたけども、含み疫が取れてるのはまあまあ、ここの移動平均線を抜けたところでね、えー、倍で入れば含み疫が取れるのはそんなに難しい判断ではないです。ここはぜひ身につけておいてください。ずっと移動平均線の下で推移していたものが、移動平均線を昨日も放送で申し上げましたけども、横切ったわけですよ。 そうなると、これは場面転換が起きる可能性が非常に高いんで、倍で含み益が取れるでしょうってことです。で、えー、ここからも150円台に回復することを見込んで、倍で入るのは、今からでもね、変な話じゃありませんよってことになります。はい。じゃちょっと材料を見てみましょう。材料というかニュースですね。えっ、ー、と、朝6時4分なんで、10分前のニュースです。ドルの買い戻しが継続。ね、継続しましたよね。 これを3時とか4時の時点でもうすでに判断して倍で入ってましたよっていうのが FX オリガルヒの前回の放送ですドル円は150円点2円まで上昇ということですね米長期金利の上昇に伴ったドルの買い戻しがあ継続ドル円は150.02まで上昇しユーロドルはなんとかかんとかって書いてますね、うん、ドルの買い戻しが始まったんで円安の方向に向かったってことですかね だから、バイの方向に向かうのは、まあ、それ自明の利っていうことになります。はい。で、ちょっと前なんですけど四4時56分。どちらかというと、前回の FX オリ合いの放送は、これに近いですね。ドル円150円復帰に迫るということでしょ。私の場合、150円に復帰することを見込んでもすでに、この時にはバイで入ってました。バイで入って、もう2時間ぐらい経ってますね、このニュースはね。だから、自分がバイで入った後に、 149円のね、えーと、7、なんとかなんとか、70とか、あの辺だったと思いますけども、そこでこのニュースが後追いできて、えさらに自信を深めたっていうことになると思いますね、でもその時はこのニュース見てませんからね、私ね、えー、アメリカの10年、10年債利回りが4.66台まで、えー、上げ幅を拡大した動きを眺めてから、ドル円は149円97まで、時々高となり、150円台、えー、大台復帰に迫っているということですよねで結局迫ったたというか抜けたわけわですね。 はい、ですのでね、米の長期金利が出たってことで、あ円安の方向に向かうなっていうのは、ファンダメンタル的に判断するのは間違いではないですけども、ただそれがいつ始まるのかってことが分かりませんので、すぐにエントリーしたりとかね、うん、じゃあ、様子を見すぎて、タイミングずれのエントリーをしてしまうと、どっちも利益を逃しますので、ここもね、すごくいいタイミングで入らないといけないですよね、じゃあ、いいタイミングがどこかっていうと、私の場合は、移動平均線を横切ったところっていう風うに判断してるわけですよ。 はい。ということで、今回の相場解説は以上です。今日はだからそこそこ倍で取れるんじゃないですかはい。えー、現在150円台はさらに復活しました。回復しました。えー、上昇トレンドに入ることが考えられます。ただし4時間の方を注意しながら見ていってください。4時間の方ね。これですね。4時間の方では赤い線に達したんで弾かれて下の方に行くかもしれませんよ。はい。注意点はそこだけです。それでは。